まあ使える範囲かなと思いますね。キャリパー外れました。じゃじゃじゃーん、キャリパーが外れたんだよ。手袋よこせ、手袋よこせ。え、手袋俺に。テレオも、テレオも、テレオも、テレオも俺も押さえてやるよ。まずこの辺のボルト取っていきます。せーの、もう一回、せーの、よし、よし、いいね、いいね。あ、もうそこいいろ、そこいっけ。まずここ徐々に緩めていこう。いやだから全部、はい、せーのもう一回、はい、せーの手が痛いです。あー、いったいったいった、はい、あ、これいいね。いくよ。え、これ取る必要あんの？これ取る必要ないでしょ手痛そう、もう嫌痛い手。取れたじゃん、うん、これは傷つけちゃいけねえけな、うんうん、使い方間違えてますよなんて言われたぐらいにしたな。いや、こうだろ。よし、これ上、これ下、これなんかやる人さ、うん、このピストンをさ、うん、ピカールで磨いてて、そこまで、うん、なんかピカールで磨いて、うん、ものすげえ綺麗になってた。新しいこのシールにラバグリ塗っときます。うわ、入った。うわ、入りましたよ、奥さん。で、もう片側、もう片側のここにシールもついてますんで、これも交換していきますね。よいしょ。でもさ、この年になっても面白いってやばいよね。え？この年になっても面白いもんね、ドラえもん。やっぱ昔のやつな。昔のやつな。あ、今のやつはちょっと、なんか。あ、OK。はい、完了。はい、じゃあオーバーホール終わったんで、あとはキャリパーを組んでいきますね。で、一応この4本のアッセンブリボルトにはこういう中強度の緩み止めをつけます。え、なんかすげー。組み付け完了しました。じゃあとりあえず車体につけてって、最後この辺はね、規定トルクで締めていきます。31ってさ、うん、すっげえ緩い。本当に31なわけ。うん、で、ブレーキパッドなんですけど、まあ見た感じそんなにまだまだ使えそうなんで、これはこのまま組み付けていきます。で、一応この裏のこのピストンが当たる部分ね、ここにグリス塗ってここに刺していきます。またで、で、はい、もはや素手ですよ。もはや素手ですよ。そう、ね、で、一応このパッドを押さえるピンのここの部分も軽くちょっとグリス塗っておきましょうね。で、これつけていくんですけど、ここにアップって書いてある方がこの上の方に出ますんで、これもつけていきます。キャリパーが、組み上がったんで、次は、ブレーキフルードの交換をやっていきます。
ちょっと振った方がいい。いや、振らなくていいよ。だってオイルだもん。え、沈殿するものはないでしょ。いや、なんかいい成分がない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 。じゃあこのブレーキオイル入れていきます。トク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 、まあ、こんぐらい、まあ、かすか。はい、ということでエアがね、なかなか抜けなかったんでこちらを用意しました。アクティブのエア抜きポンプですね。で、このラジャルポンプの場合、このマスター側にもこのなんだっけ、ブリーザーがついてるんで、まずマスター側を抜いてキャリパーを抜かないとちょっとエアが抜けないみたいなんですよね。で、私一生懸命キャリパーばっかりこうやってたもんですから全然当たりも出なくて、うわぴったり。なのでこれでとりあえずここ抜いていきます。それで止めればいいの？いや、まだ。えい、お、いい感じ、いい感じ、いい感じ。いや、タッチが出たよ。はい、 OK だな。 OK だね、OK、はい、よし、完成です。完成です。フロントブレーキ完成です。で、終わったらあとはこれね、これね、このブレーキオイルをこのアパレルまで足していきます。次にこのリアのブレーキフルードも交換していきます。で、ここで蓋が押さえられてるんで一応これ取ります。たくあん白になってるんです。わかる。このシリンジでこう抜きます。黄ばみすぎでしょ。では新しいフルード入れていきます。よし、はい、というわけで、今回はキャリパーのオーバーホールとブレーキオイルの交換をやってみたでした。本日もご視聴ありがとうございました。不定期ですが DIY 動画アップしておりますんでチャンネル登録よろしくお願いします。